ライブ配信してなかったよ。してなかった。あのですね、画面が出てるから、始まってるとばっかり思ってたのに、始まってなかったっていうのね、悲劇ですね。まあ、別に悲劇で言うのはないけど、あれ、メガネどこやったんだろう。メガネね、ちょっと心当たりの。いやー、心当たりのとこありました。あの、手を洗ってね、こうやってね、顔もついでに洗って、その時に外したのですね。さて、もうね、見てくださってる方があるんですね鉄道ショーか、鉄道ショーか、歌いましょうかってね、あのベタなダジャレを、サインを、鉄道ショーか、山陽線振り仮名、あの須磨とかその辺をね通りまして、その時加古川、私、我が地元加古川も通ったっていうことですね。そっから先岡山の方向に行くわけだ。加古川降りて旅人の立ち寄る影は、高砂の松の嵐に伝え来る金も名高き尾上寺。なんかね、あいたたかんのんとかっていうのは、私小学校の時に福徳本もらって、それに地元のなんか民話昔話ね、仏像がなんか叩かれて盗賊にね、ほんで叩いたら、あいたたあいたたとかって、なんかありがたいのかありがたくないのかよくわかりませんけど、そういうのありましたね。それを歌、そういうのを歌ってんでしょうね。金も名高き尾上、金じゃない、金だよね、金。金、金も名高き尾上だ。尾上寺の金って、地元なのに尾上寺の金って、なんだろうね。尾上寺、急に興味が湧いてきた。尾上寺、の金、まず尾上寺ってのは一体何なのってね、尾上寺の金、尾上寺の金って何、尾上寺の道所か、尾上寺の道、道所、道の金、道の金ってなかなかね、尾上の松や尾上の鐘で有名な尾上神社。尾上の鐘がカーン、カーンじゃなくてゴーンか。お寺の鐘だから。ゴーンって聞こえる範囲の一帯の響きの名だとも呼ばれます。響きの名だ。その尾上寺の鐘がゴーンって海の上にもね、聞こえるわけだ。で、船漕いでって、ね。あ、まだ、ね。尾上の鐘が聞こえるな、っていう範囲に、会場にいたら、俺は響きの灘にいるな、響きの灘ってなんか感じがいい。ね、なかなかね、初めて知った、60年生きてきて、響きの灘っていう言葉、初めて知りました。高砂の尾上の鐘の音すなり。暁かけて霜や送らん。潜在衆に。高砂の尾上の鐘の音すなり。ね、海の上なんでしょうか、陸の上のどっかなんでしょうか。高砂の尾上の鐘の音が、ゴーンって聞こえる。ね、情景としてはね、暁かけて霜や送らん。だから、そんな早朝に鐘鳴らしたんですかね。暁、かけてし、暁って朝だっけ晩だっけ、暁って朝焼けのこと、夕焼けのこと、暁とは夜明け、そうだよね、夜明け、夜明けね、夜明けだ、夜が明けてゆく、ちょっと待って、暁の歌歌詞、夜明けだ夜は、あ、違う、これね、スキマスイッチの暁の歌っていうのが、暁というのをカタカナにしたら、スキマスイッチ
スキマスイッチの暁の歌って残念ながら知らないわ。だけど、ちょっと好奇心が湧くね。スキマスイッチ。スキマスイッチなる人たち、名前はちょこっと聞いたことあるけど、ね？ちょこっと聞いたことあるけど、それで音出るんかな？自分の生放送だからって好き勝手やってますよね。全然、なんていうか、予想もつかない。あのね、暁スイッチですよ。スキマスイッチの、こんな曲。スキマスイッチのこの辺まで弾いてみよう。あ、スキマスイッチという曲をどうやったら弾けるかっていう詩なの。なんかドラムの練習曲に格好の曲ってこと？なんかなんとなくそういうんじゃ。スキマスイッチミュージックビデオ。これが暁の歌だって。ちょっとなんかね、絵が面白いから、スキマスイッチ暁の歌。ね？わ、月ですよ、月。ね、アコースチックギターです。ちょっと曲の始まりのとこまで聞こうか。これがまたね、著作権で引っかかるんだ。なかなかいい曲じゃん。いい曲じゃんね。これはなかなかね、いい曲だな。これ暁の歌って、今更ながら知ってる人はもうとっくのおかし知ってたでしょうけど、私の顔見ながらこの歌聞いたってね、夜明けだ夜が明けていくっていうのを私はもともとね、まあ、いや野暮だけどね、さっきの歌聞いたからね、夜明けだ、なんか国民歌謡っていう感じだね。さっきの素敵な歌に比べて、夜明けだ夜が明けていくって、その次、あのさあ太陽を呼んでこいって言うんだね。さあ太陽を呼んでこい、すごいね。太陽を召喚しちゃうわけだ。太陽さん、太陽さん、ちょっとおいでいただきたいんですけどって言う。太陽さんが、はいはい、わかりました。太陽が来たらね、あんまり暑すぎるんじゃないでしょうか。夜明けだ夜が明けてゆく、どこかで誰か口笛を気持ちよさそうに吹いている。最後の星が流れてる、暁の空、明けの空、もうじき若い日が昇るということで、私の脳内ではもうね、渋合唱ぐらいにパーッと和音が展開したわけですけど、暁の歌は白松家、暁印刷は代々木、暁印刷は代々木家っていうことは、共産党家っていうこと白の町ってことは、命の言葉社の本社が昔そこにあったけど、漢字で暁って書くとそうで、ひらがなで暁印刷ってすると、色気系なんだって。ダブルさん、そういう風俗じゃないよね。詳しいんだよね。すごいこう、そういう問題の対価ですよね。代々木は東京都渋谷区北部にある町名。で、代々木っ
ていうのは結局何か、代々木確かそれ私が言ったので合ってると思うんですよね。そういうのを書いてないかな。その地名を言ったら何々を象徴するってね。ちょっと待って、さっき言ったのでね合ってると思うんだけど、ほんまに新聞記者やっとったんかちょっと待ってよ。今ね調べの仕込みをしてるんですね。代々木派、代々木派ってのはどういう意味だ。代々木派、代々木派は1960年代から70年代の日本の政治の分野で使用された呼称で、日本共産党やその執行部を指す。私の認識で合っとりましたね。合っとりました。1960年代70年代ぐらいに代々木って言ったら日本共産党やその執行部を指す。まあ隠語でもないよね、代々木ってね。それから信濃町、なんかね口に出すのもはばかられるよね、あの人たち怖いから。なんかむっちゃ怖いんで、だからインターネットで時々なんかもう怖いもの知らずみたいな人が肝試しみたいな感覚でそこの駅を降り立って、だん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 ね近づいていったら、そこはかとなくなんか警備されてるみたいな圧を感じてみたいなね。で、なんかご両ですかって聞かれるとか、そういうの書いてますけど、ほんのね、あれっすよ、キリスト教なんてもう いくらでも批判しろよ、したいんだったらというより、それは俺たちは十分批判されるとこあるぜ。ね、歴史が長いですから、もうとんでもない真っ黒毛のこともやってるわけでね。まあ、プロテスタントとかやったことでないとはいえ、十字軍とかね、とんでもない暴挙ですよ、今から考えたら。千年前のこととはいえ、異端審問とかですね、ユダヤ人大迫害とかですね、その、宗教の名のもとに、いろいろ悪いことをやって、それは当然批判されるべきだし、その批判ね、歴史上のことだから俺たち関係ないよなんて言わないで、私たちは真摯に受け止めてきたわけでございましたね。それは本当の話ですよ。ですから、ねえ、やっぱり、自分たちに対する批判っていうのをギャーッとこう、押さえつけるっていうか、相手の口パッと塞ぐというかね、入信さすのもなんか植物とかなんとか言ってね、むちゃくちゃ、暴力というか圧力をバーッとかけて、そんなのってその心の問題じゃないですか。教えを信じるとかってすごい繊細な心の問題なんだから、自由なね、自由が確保されてるっていう中で私も信じたいって、そういうもんなのに、なんか信じなかったらで、信じたらこんな特典付きですよ。特典第1、第2、第3、第4、第5。ほんでその福祉施設制度とかって、すべての国民に向かって開かれてるけど、自分の系統の議員がいるから、いかにもうちの宗教のおかげで、この、福祉の恩恵に預かれるんですよ、みたいなね。それってなんかすっごくないですか？まあ文句言ってもしょうがないね。キリスト教があんまりもボーっとしてるっていうことでね。ボーっとしてるっていうことでね。本当に私の日刊生放送好きなこと言ってますけど、ドイツ農民戦争とかね。プロテスタントでもさ、いろいろあったわけですよ。ねえ、いわゆるキリスト教の系統の国って、だから日本人もね、ちゃんとキリスト教を調べて信じるんだったら信じた方がいいよ。その相手が悪いやつでね、で、キリスト教の系統で聖書読んでるような、読んでるはずの連中に、自分たちしっかり聖書読んでね、聖書にそんなこと書いとんか？お前の言ってることは聖書の教えに照らして、キリストの教えに照らして間違ってるんじゃないか？そういう根本論的なところからものは言えないと、ダメだと思うんですけどね。話が超脱線しますけど、連想しちゃった。割と、クリスチャンの系統では、
奥さんクリスチャンだけど旦那違うっていう人ね多いんですよ。それでそのお連れ合いのね男性のお連れ合いさんの方と知り合いになったりすることがあってね、こういろいろな雑談をしてですね、時代劇の話とか映画の話とかあのレジャーの話とか、その中でですね、あのなんか向こうからね奥さんがクリスチャンだったら聞いてきますよ、三浦さんクリスチャンだけどなんだかの。で私がいつも強調するのは、あんたは自分が別にクリスチャンになったからってね奥さんの軍門に下るんじゃないですよ。奥さんの軍門に下るということを全く意味していないのですよ。これ私ね強く強くいつも強調するんですよ。なんとなくね奥がクリスチャンで旦那の私は違う、連れ合いの私は違う、だけど自分がねクリスチャンになって洗礼でも受けちゃったら、その連れ合いの妻の軍門に下るということになってしまうというイメージがね世間に持たれて、まあ実際そういうことを女性の方がなんとなくね、あの連れ合いが夫がクリスチャンになってくれたらもっとねいい人になるのに、いい人、お前がまずいい人になれよってね女性の方に言ったよね。本当にこんな素晴らしい人柄になるんだったら俺もキリスト教に興味持つかな。でもね日本のあの女性のクリスチャンは偉いですよ。そういう人極めて多いです。本当にあのやっぱり聖書の中に教えを飾るっていうね言葉がありますけど、別段神様は人間が飾ってくれなくても神様は神様でね確立されて、誰が何というか神は神なんですけど、まあ自分の心ですよね。自分たち信じてるものが、あの自分たちが信じてるものを信じてる教えを飾る、そういう生き方がしたい、まあそういう生き方ですよね。それが誠実であったり清潔であったりね、うん、でそういう生き方にまあ惹かれるっていうこともまああるでしょうし、ちょっと脱線したのをね戻さないとねいけないの。はじめなんのは代々木の話かで、代々木の前が暁か。 W さんってほんと博学だよね、感心するわ。漢字で暁の歌って書いたら信濃町家、もう口に出すのもはばかられるということですね。あ、はばかられるからせめて地名ぐらいはまあ言っても大丈夫かな。ところがそこの地名のところに命の言葉社のね本社があったんです。本社って言ってもね10階建てぐらいのビルがバーンと立ってんじゃなくって3階建てのポロポロの2階建てだ、2階じゃなかったね、3階建ての鉄筋コンクリートの古びたビルがですね慶応病院の裏側に立っておったのでございますよ。あの裏ぶれた雰囲気ね、信濃町の駅降りてそっちに向かっていくことはもちろんのことながら書店といい飲食店といいねのはずなんですが、私は案外意識しないでね行き来してましたけど、それにあの私が勤めてた命の言葉社クリスチャン新聞部、クリスチャン新聞って命の言葉社クリスチャン新聞部なんですよね。キリスト新聞はキリスト新聞社、あ、株って買えるのかな、非上場だよね、株式会社でしたっけキリスト新聞って。ちょっと待ってよ、キリスト新聞って株式会社なの？キリスト新聞株式会社なの？キリスト新聞社っていうのがあって、その会社の形態は株式会社なのか、今ねそれをねネットで調べてるところなんですね。業界人だからって何でも知ってるわけじゃないから、やっぱり調べてみないと、株式会社かどうかって今キリスト新聞の歴史とか会社概要とかって、あ、株式会社キリスト新聞社って書いてるわ、キリスト新聞社ね、会社の名前はそうですよ。
で、一番最初、武藤富美男っていう人がね、香川豊彦ですよ。香川豊彦先生に、君はキリスト新聞をやりたまえって戦後にね。で、私最近本当にしばしば思うわけ。その、政界の腐敗。ね。で、大メディアがもう籠絡されて、本当だったらジャーナリズムって歌ってるんだったら書くべきことをね、書かないっていうか書けないっていうことですよね。昨日なんだっけ、森本、経済学者の森本さんね、あ、森永さんが、森永先生が、財務心理教なる本を出して、それのまあプロモーションビデオでもないですけど、ある動画の番組に出てね、結局財務省に入ってくる連中っていうのは、新卒で若くして入ってくるやつは半分ぐらいまともだけど、やってるうちにだんだん洗脳されてくる。で、財務省では森永さんが言ったんですよ。私の意見じゃなくて森永さんの意見で、増税のことを彼らの隠語というか言葉では勝ち、増税のことは負けって言うんです。とにかく勝って勝って勝って、勝てる限り勝つという根本的な考え方があるんですって。森永さんってね、穏やかな感じでね、ちょっと面白いこと言ってね、ちょっと面白いことを言いがちな経済学者っていうポジション取ってね、テレビなんかにも出てですね、なかなか戦略を考えてるなと思いますけどね、消されちゃわないように森永さんね、考えてやってるんだと思いますけど、ニコニコ笑いながらね、そのだから私が思うには、そのまあ財務省なら財務省の偉いさんっていうのでトップがいて、で偉いさんがね、どういう力学でか、そのトップ、その次って決まってくる。だけど、あるトップが決まったその部下っていうのは、自分の考え方に同調するやつを入れてくるわけでしょ。で、その下にもさらにこう同調するやつばっかり入れてくるから、あの黒い考え方の人が入ったらザーッと、で、あの白いやつは周辺に飛ばされちゃうとね。それが今の財務省の姿じゃないでしょうか。それとも増税は勝ち、ね、減税は負けっていうのは昔からそうなんでしょうか。それはまあお金預かってる立場だから、入ってくる方がきちっと入っておかなかったらやるべきこともできないよ。でも、やるべきことって何ですかってさ、国民が幸せになることを、国民の安全が守られることを、国民の生活が守られること、それを真っ当にやるための仕事なんだけど、なんかいつの間にか自分たちの障壁を守る、また私たちにつるんでる、自分につるんでるやつの利益、利権を守るということにしかなんか目がいかないような黒い連中が牛耳ってるっていうことになってるんじゃないですかね。ここで私はね、石破茂語録を出そうとしてるのですよ。石破茂語録の最後のところに、端の方にね、アダム書房の本がたくさん置いてあって、その中から石破茂語録ね、あ、これだね、石破茂語録第3版ってやつ、これですよ。石破さんのね、写真入れてですね、作ってですね、したわけですけど、私はそのこういう祈りをね、祈ったらどうか、その政治家をはじめ各分野でね、隣人を愛し、公平、正義、誠実、公平、正義をもって自分の職を全うしようとする人々。だから財務省でもそういう志を持って、だから森永さんがね、新卒で入ってくる人の半分はまともな人。そのまともな人っていうのは、隣人を愛して、ね、誠実、公平、正義を持って自分の職を全うしようとする人。これまともな人ですよね。
で、ことにキリスト者である人々にさらなる守りと導きがあって、彼らが有利なポジションについて能力を発揮して願う仕事ができるようにしてください。ね。だから利権じゃなくって本当に国民の方を向いて仕事する人が叱るべき立場に立って、また自分の部下にもそういう人をバッと揃えてね。行った時にそれは国民、だから明石市の姿っていうのはそうなんじゃないですか。端的に言って。トップがね、もう今持ってる財源で、だけどその使い方をこういう風にして、若い人が生活しやすい、子育てしやすい、ね、社会的弱者、体の不自由な人が生活しやすい、そういう町に、市に、明石市をしよう。決意してやったらいろいろ圧力はあったにしても、やっぱりそうなっていって、明石市の評判ってのは非常に高まって、逆に周辺の市から明石にもう引っ越ししてきちゃって、他の市から住民をこう引っこ抜いてくるということで批判されたりする。で、加古川市長も割といいですよ、岡田さん。なかなか私ね、もともと立憲民主で衆議院議員になって、で、今加古川市長やってますけど、まあ岡田さんの代からじゃなくて岡田さんの前からね、ずーっと仕掛けてやりかかってる事業っていうのがいろいろある中で、まあなかなかいいと思います。まあ歴史文化財の保護とかね、その辺はなんかセンスがないっていうふうにね、批判してる先生もおられますけども、割合住みやすいんじゃないかなって思う。で、明石が影響力を発揮して、だから関東の方でもね、この間選挙で埼玉県の何市だっけ、その明石、泉房穂さんが応援に行ってね、その人が勝って、泉房穂さんは、そのもう野党っていう言葉ももう手垢がついて、全然野党って言いながら、ね、与党に対抗して、で国民のための政治、をもう現実的になんとかね、もう引っ張り込むようにしてでもやるって、もうそういうのは全然ない、もうダイレクトに市民の側に立つというような候補に、それを市民が見抜いて投票するって、そういう時代に入ってきたんじゃないかというふうにね、泉房穂さんは自分のツイッターとかで言ってて、そういうのがしきりにこうシェアされてる状況なわけですけども、その暁の話からね、脱線しましたね。暁の話から信濃町系の暁と、ひらがなで暁印刷というと代々木系なんだって。代々木系は別に口はばかることないもんねもういじめられてばっかり、やそと一緒にいじめられてきたわけで、でも同じ主義がね、中国に入って、中国がでそれ与党になったらもう大変、本当に共産主義なんですか。でもその根本思想、根本思想の部分で無神論ですからね、やっぱ相入れないですよ。それは相入れないですよ。だから今ね、それは本当の理想主義的な共産主義者から言ったら、今中国の何に総書記になるんですか、党首になるんですか、何なんですか、あれ名前なんだっけ、中国の一番偉い人が鄧小平じゃなくって、鄧小平なんて今頃言ってる、あの習さんか、習近平ね、習チンピンかピン読みをすると、習さんはなんか宗教目の敵にして、キリスト教目の敵にして、教会堂から十字架の塔をバーンと切り落とさしたりとか、壁にかかってる十字架取っちゃったりとか、聖書の言葉をね、道内に貼ってあるのをなんか中国共産党のスローガンみたいなのに張り替えろってやったりとか、やたらと弾圧してますよね。なんかこうローマ帝国がもうしゃかりきになって、ローマ皇帝がね、紀元1世紀とか2世紀にキリスト教を弾圧したみたいに中国共産党、習近平政権はすごく教会をね弾圧してるんだけど、どう歴史的にはどういうことになるのかな、
そら習近平さん、神さんと喧嘩しちゃってしょうがないでしょうっていうふうにね、心ある人は黙って見てるわけですけど、ね、そういうこと、日本の共産主義者ってね、まあ、ヒューマニストでしょうよ。ヒューマニスト。だけど、それが政治的に本当力を取って与党になるかなっていうような勢いになってきたら、やっぱりこう内紛が起こって、ね、いや本当にメインで取ってくぞっていうことになったら粛清するとかね、やっぱりそういう風になるんじゃないかな。で、日本はそうならないぐらいの勢力に有権者が賢いから抑えて、だけどやっぱり正義とかそういうものを求めてやってくれるから共産党に勢力を持たせてきたんだっていうのがね言われますけど、私もそういう考え方ですけど、そのね、今度立憲民主の泉さんが共産党とも選挙協力手を結ぶで、国民民主はそっぽ向いてって言ってますけど、そういう今ビビッとの動きになってますけどね、これ私の日刊生放送残りますから喋っておいたら歴史の記録にいいかもしれないですね。そらそうと、鉄道商家で尾上の寺の話から、尾上の寺の話から、その商家の中に暁の鐘、鐘が鳴るのが暁の風っていうから、そっから暁の話になって、同じ暁が漢字だったら信濃町家、ひらがなだったら代々木家というね、ダブルさんの素晴らしいツッコミから話がすごい発展しまして、ほんでこれに書いた公職にある兄弟姉妹のためのに、これね、フェイスブックにまた書こうってずっと思ってたんですよ。なんか祈りが聞かれてきたんじゃないかって、ジャニーズの事件にせよ、政界で起こって、だってちゃんとしたやつがちゃんとしたポジションにつくっていうことは、変なやつがのけられるってことでしょ。変なやつが、腐敗したやつがのけられて、じゃあ誰据えるよ、ああ、あいつがいたじゃないか、あいつをちゃんと据えようということになったら、この祈りが完璧に聞かれたっていうことになるわけで、だんだんそういう風になってきてる、祈っててそう思ってる人全国でね、少なくとも10人ぐらいいると思いますね。それを私また書きたいと思ってます。で、お聞きになってるあなたに、天地を作りになった誠の神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますようにお祈り申し上げつ、今日の日刊生放送ね、1回目、2回目が7時からあるんですよね。それでコメント欄が、暁話、ドイツ農民戦争、植物、まがまがしき言葉、指定、主従、君臣、あ、これなんで、そう、香川豊彦、そう、香川豊彦、キリスト新聞作った時に、赤旗じゃなくって、しがらみなしに、社会的問題、社会的正義ということを追求して、バシバシ書けるジャーナリズム、というふうに、キリスト新聞、名前変わったっていいわけじゃないですか。ね。そういう系統のメディアが、キリスト新聞っていうことからできる。絶対私、香川豊彦はそういうイメージを持ってたと思いますよ。香川豊彦はもう絶対そういうイメージを持ってたと思いますよ。で、それを裏付ける資料はないんだけどね。でも、誰かね、香川がこんなこと言ってるよっていうのがあったら教えてほしいですね。またそういうことでも、クリトギ旅人とか Facebook でね、また書いていきたいと思います。ということで、ありがとうございます。お聞きいただいて誠にありがとうございました。6時30今、あ、まだ2分なんだまだ2分なんだとか言いながら、もうここまで行ったらね、引っ込みがつかないからね、これで、引き下がらせていただきたいと思います次第でございますとかってね、引き伸ばしながら終わるというね、それではまた7時から。